JR 九州によりますと、明日も運休となるのは、別府と熊本をつなぐ豊肥本線の九州横断特急やあそぼーいです。県内を走る日豊本線や九大本線でも、線路と設備の点検を行っていて、安全が確認でき次第、運転を再開する見込みです。JR 九州では、最新の運行状況はホームページで確認してほしいと呼びかけています。一方で、空の便は、大分発羽田行きの全日空と日本航空の始発便2便が欠航となっています。また、高速バスでは、大分自動車道の通行止めに伴い、長崎行きのサンライト号が終日運休となっています。海の便では、国道九州フェリーやオレンジフェリーなどが明日から運航再開の予定です。